日本栃木県下津賀郡美部町、藤藤井は栃木県下津賀郡美部町の地名。郵便番号は3 2 1 0 2二1美部町南東部にあたり、黒川佐岩の大地上に位置する。東で下助市城大、下津家市城台、下津家市細谷、下津家市橋本、下津家市美野は、南で、下津家市国分寺、下津家市川中湖、西で、美部大津。 大港寺町北で三武港と隣接する。東及び南を下付市、西を栃木市と接しており、北部を東西に国道352号が通過する。地内は多くが水田地帯であり、その他の特産物として環境がある。戦国時代の頃より津賀軍の地名として見られる。当時は三武市の領地であり、窓か寺市付近には、 三武市の市場であった藤井城があった。江戸期には三武五花岩の一つとして黒川東岩に藤井菓子が作られ年具米の積み出しに使われた。1873年に藤井学者が創立される。藤井学者はその後三武小学校、藤文教場と名前を変え、藤井神城小学校、後に藤井小学校となった。集落に藤の木があったことから、 2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。藤井市内の西端を東部宇都宮線が通過しているが駅はない。最寄り駅は三部駅となる。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。